中国解放軍大粛清が第2幕へ、元国防省2人の投石剥奪、次の標的は制服組トップか？新華社が6月27日、解放軍の重要人物2人について、その同席、軍籍、そして第20機動代表資格の剥奪を発表した。1人は多くの人の予想通り李尚福前国防部長、国防省。だがもう1人は、多くの人にとって予想外だった。下々尚福の前に、国防部長を務めていた義王鳥羽だ。義王鳥羽は、確かに幾度となく失脚の噂が出ていた。だが、少なくとも今年5月までは、その政治的無事は確認されていたはずだ。二人とも習近平が自らその能力を認めて国防部長に抜擢した人物。その二人が粛清されたことの意味を考えてみたい。福島香織、ジャーナリスト、27日には、党中央政治局会議が招集されて、三中全会の日程も7月15日から18日と正式に決定した。同じタイミングで二人の軍人の厳しい処分が発表されたのは、おそらく三中全会での人事が基本、固まったということだろう。逆に言えば、今に至るまで、下々尚福と義王鳥羽の処分については、意見のすり合わせに時間がかかったのかもしれない。新華社が配信した下々尚福、義王鳥羽の罪に関する調査報告は、その文言が非常に似通っている。李尚福問題に関する調査結果と意見報告、では下々尚福は重大な政治規律違反を犯し党の全体的な厳格なガバナンスに対する政治的責任を果たさず組織的取り調べに抵抗した組織規律に著しく違反し法に自身及び他者のために人事上の利益を求めその職務上の地位を利用して他者への便宜を図り多額の金銭を受け取り収賄の罪の疑いがある不当な利益を得るために他人に金銭を渡す贈賄の疑いがある取り調べと調査の中で下々尚福はその他深刻な違反違法行為の手がかりを明らかにしたなどとあった。ここでポイントなのは収賄だけでなく贈賄の容疑が指摘されていることだ。人事上の利益ということは下々尚福が自分や部下の人事について自分より上の人事決定権を持つ上官に賄賂を送ったということでそれが誰なのかという疑問が湧くだろう。下々尚福からの賄賂を受け取ったのが義王鳥羽であったという見方もあるが、下々尚福の抜擢に直接関わったのは現在の制服組トップ中央軍事委員会副主席の張友侠だ。義王鳥羽の罪に関しては、義王鳥羽問題の取り調べ結果と処理に関する意見報告で、重大な政治規律違反、党の全体的な厳格なガバナンスに対する政治責任を果たさず、組織的取り調べに抵抗した、規律を破り他人のために人事上の利益を図った、清廉の規律に違反し、礼品金品を受け取った、巨額の金銭と引き換えに他人の利益のために便宜を図った、といった下々尚福と同様の罪状、収賄罪が指摘されている。その他、信仰を破壊し、忠誠を失った、その行動は党中央委員会、中央軍事委員会の信頼をないがしろにし、深刻な部隊の政治生態を汚染し、党の事業、国防、軍隊建設及びハイレベル指導幹部のイメージに極めて深刻なダメージを与え、その本質は極めて深刻で、影響は極めて劣悪、ダメージは特に巨大である。などとあった。この表現に、習近平の怒りがにじみ出ている。つまり習近平は、義王鳥羽を不忠者と断罪し、彼の影響で軍全体の習近平に対する忠誠が損なわれた。彼が軍内の習近平に対する不忠誠をはびこらせた、と言いたいようである。習近平がここまでの表現で追及する義王鳥羽の不忠、解放軍の不忠とは具体的に何だったのだろう。近く、失脚を免れたと見られていた義王鳥羽まで、なぜ？報告によれば、義王鳥羽の取り調べは昨年9月21日から始まったという。昨年夏に、義王鳥羽失脚の噂が一時広がったことがあり、
国防部記者会見の場で外国メディアがギオートリバの失脚の噂を確認する質問をしたことがあった。その時、国防部報道官は直接回答せず、腐敗闘争は永遠に道半ばであるという抽象的な発言で記者たちを煙に巻いていた。9月末の国警部士の祝賀パーティーにギオートリバは欠席し、今年2月の春部士前の中央指導部と退職元老の挨拶会の出席リスト135人にも彼の名前はなかった。ギオートリバはずっと失踪状態だったが、今年5月に全人代常務委員元副委員長のカラスグもその企画の告別式には、太平国、常万全、張克志ら元国務委員らと連名で花輪を送っていた。CCTV のニュースはわざとギオートリバの名前が見えるように映像を撮っていたので、この時多くの人はギオートリバはなんとか失脚を免れたのではないかと考えていた。だが、その予想は完全に裏切られ、軍籍党籍剥奪という厳しい処分がいきなり公表されたのだった。こうした経緯を踏まえると、ギオートリバの今回の処分は軍幹部たちも直前まで抵抗し、それに怒った習近平の独断により処分が決定されたのではないか。だから報告に、組織的取り調べに抵抗、という言葉が入ったのではないか、というわけだ。近く、大粛清の第2ステージが始まったか、ところで、スモモナオフクの汚職は主に2014年の総装備部副部長時代から、装備発展部副部長時代に行われた装備予算絡みの罪だと思われる。装備領域の風紀汚染という表現があり、そのニュアンスから察するに軍工産業界や研究開発部門、銀行金融業界が絡む幅広い癒着や利益供与などの風土が問題視されたようでもある。このスモモナオフクが汚職をやったと言われた2014年から2016年の間、直属の上司であった装備発展部長は張友侠、今の中央軍事委員会副主席、制服組トップである。スモモナオフクが贈賄したというなら、その相手が張友侠である可能性は極めて高い。とすると、今回の解放軍粛清はこれで打ち止めではなく、張友侠まで行く可能性があるのだ。思い出すのは6月17日、習近平が革命根拠地の延安で開催した中央軍事委員会政治工作会議で行った演説だ。この時、解放軍が政治上、直面する試練は複雑に錯綜している。銃を持つ軍は、党に対する忠誠をしっかり持つ信頼できる人物の掌中にあるべきだ、などと語り、会議では30回も、政治を強調。習近平はしつこいまでに、軍に対して反腐敗と忠誠心の要求を繰り返したのだった。そして、さらに大規模な軍内粛清、反腐敗キャンペーンを行う姿勢を打ち出したのだ。この会議には、張友侠も神妙な顔で出席していた。こうした状況を俯瞰して考えると、この二人の元国防部長の党籍軍籍剥奪処分は解放軍大粛清の新たなステージの始まりという印象がある。最終ターゲットは現役制服組トップの張友侠かもしれない。近く、全く軍を掌握できない習近平。習近平は政権トップの座に立って間もない2014年、軍の江沢民派の長老。徐彩光とクルワハクオスを失脚させ軍政改革をスタート。軍の利権、政治力を徹底的に奪っていった。続いて2017年、暴風キラコキン党派の軍の実力者たちを失脚させていった。総参謀長まで上り詰めた暴風キは、汚職と規律違反の罪で軍籍党籍を剥奪され、2019年に終身刑を言い渡され財産も没収された。こうして軍内大粛清で江沢民、胡錦涛時代の軍の実力者とその派閥を根絶やしにしていく代わりに、習近平は自分が信頼する軍人を重用した。その時のキーワードは3つあり、一つが紅二代軍人。つまり習近平の父親世代と信頼関係を結んでいた軍人の子弟らを重用した。
第20回党大会後も中央軍事委員会副主席の座に残った趙友強は、その代表格で、習近平と幼馴染、父親同士が親友同士で親子二代で築かれた絶対的信頼関係がある、と言われていた。二つ目のキーワードは復権抜。金門島方戦にも参加した第31集団軍出身の軍人の抜擢だ。そしてテクノクラート系、留学系軍人だ。技術畑の専門家やロシアや米国に留学経験のある軍人を徴用した。だが、そうして自分が選んだ軍の中枢たちをも習近平は不忠を疑い、失脚させ始めたのだ。習近平は昨年だけで9人の高級将校、4人以上の国防産業高官を失脚させているが、いずれも当初、習近平が自分で抜擢した軍人たちだ。もし、仮に三中全会で、ベニ二代の代表格の趙友強も失脚するようなことになれば、おそらく解放軍内のベニ二代組は震え上がることだろう。今まで習近平に徴用される側だったのが、今度は粛清される側になるわけだから。改めて考えると、習近平はこの10年、猛烈な軍内粛清を行い、百数十人を数える将校たちを失脚させ、軍組織を再構築し、幹部を塞いで返したにもかかわらず、全く軍を掌握できていなかった、ということだ。それは、習近平の軍政改革も反腐敗キャンペーンも完全に失敗し、その失敗の理由は他でもない、習近平個人への人徳のなさや能力のなさにある、ということだ。ニューヨーク大学政治学部教授の夏民は、ラジオフリーアジアにこんなコメントを寄せていた。近く、軍の弱体化が招く台湾有事のリスク、習近平は軍隊に対して一種の強烈な支配意欲を持っている。解放軍はもともと国家の軍ではなく、党の軍隊だが、習近平はさらにそれを私兵にしようとしている。過剰に軍を支配しようとした時、また新たな反発が起きた。なぜなら軍自体も絶対的な忠誠心だけでは兵士の命を救えないことを知っているからだ。もし兵器、ハイテク技術、訓練が十分でなければ、職業軍人は当然不満と憂慮を持つことになるだろう。習近平の軍への支配欲が、結局、職業軍人たちの不満と不信を招き、そのことがさらに習近平の不安を煽り、支配欲を刺激し、終わりのない粛清ゲームが続いているのが現状というわけだ。当然ながら、そのような軍が、習近平が掲げる台湾統一の夢を実現できるか、今世紀半ばまで米国と肩を並べる軍事強国になれるか、というと答えは自明である。